はいどうも僕です。ということでね、今回もドラゴンクエストライバーズやっていきましょう。ということで今回はアンルシアククールということで、冒険者が言うことによって強くなるカードをたくさん入れております。そしてハッスルジジイとアンルシアの効果合わせて最高でプラス3プラス3になることができるので、3コストのフォズでも3コス57になることができるという素晴らしい効果を付属させることができます。ということで早速やっていきましょう。レッツゴー。よっしゃ、てこう先行。そしてカードは友愛の心2枚。いやこれはひどいな。交換しよう。まあ友愛の心2枚よりかは同じコストでもこれは違いすぎる。さあハッスルジジイか。点上げかな。テンションアップでテンション上げ上げにして、で次のターンテンションアンルシアで、まあミラクルソードかバギマ使ってかのテンションズです。4ターン目にハッスルジジイみたいな流れかな。さあ相手もアンルシアか。そんな、トーマ兄様、何も思い出せない。さあただお相手ピタロナイトは出せないと。オードアキいいね。とりあえずテンションアップとアンルシア使っていこう。でここは一旦ターン終了で、私はもう戦えない。ここは一体でもちゃんとねこれボイスがさ、ドラクエ10のストーリーになぞっていうのいいよね。何記憶がなくなっちゃう、その理由とかもちゃんとね言った後に記憶なくしてるからね。最低骸骨、そうだからなんて言うんだろうな、その記憶失った時って一応戦ってる最中にね記憶失っちゃった感じで、その時にねお兄さんと一緒に戦ってたから、トーマ兄様とかもう戦えないみたいなこと言ってるわけで、そういうとこいいよねやっぱ。さあ相手ピサロナイト、バギマまだ使えないでしょ。ニードダッシュ、ここはまあオードラキー出すかな。オードラキー出してテンションアップでターン終了。さてただなこれ骸骨で当たられたら取れないんだよな。それがちょっとやだ、ちょっと嫌だけどまあでもどうなんだろうな。今のミラクルソードとかで取った方が良かったのかな。相手アルケミストン、そしてピサロナイトで攻撃。お無視か、アグロかな。さあ行こうか。さてじゃあ、おおいいね、フローラはいいんだけど、そうだな、ここで取っ、まあここは取ろう。こうで相打ちでハッスルジジイかな、安定型で。次のターンフローラ使ってテンションアップして、でレベルも上がって、でその次のターンレベル2になってフローラの能力上げてみたいな長いが一番いいんじゃないかな。バギマも使えるしね。何にする、やっぱバギマ強いよね。まあ大体ヒャダルコと同じ感じの効果なんだけど、やっぱ冒険者出しただけ、2コスで3ダメで何縦1列ってやばくないこれ。ミラクルソード、いやこれどっちが強いんだろうね。回復して3ダメと、冒険者がいる場合縦1列に3ダメ。多いね、アックスドラゴン標的が来た。ただこれおっと取られるかと思ったけど取られない。まあそれならアックスドラゴン取っちゃってもいいんだけど、友愛の心、フローラ使うべきか否か。いやここは確実に処理しておくか。処理して10ダメってやば。でフローラ出してで癒しの波動、おしとやかなだけじゃありませんのよ。からの勇者、いいねザンクローネ。でさらに回復も使って癒しの波動、
贈り物も受け取っておこう。さあこれでルドマンからの贈り物出たん終了。いいね。さあこれで相手はアルケミストンだと取れないよね。うん、だから結構生存率は高いんじゃないのフローラ。他がためのアルケミストンじゃ取れないんじゃない。さあ相手さまよう鎧。まあ回復されても別に何もダメージ与えてないからいいよ。そうだな、ここバギまで取ろうかな。バギまで取りのミラクルソード使いいいのかな。で最後に覚醒使って強くするがいいのかな。いいねポーズ。さあまずはバギまでここを取る。さらにミラクルソードでここも取って、さらに勇者の勇者じゃない覚醒の光で強くする。そして7ダメを与えてターン終了。うわ強いぞ、やっぱ強いな、普通に強いなアンルチア。共に戦いましょう。かっこいい。いいね。しかもこれらのね、やっぱヒーロースキルが強いよね。ヒーロースキルがね、なんかだいたいさレベル差になっちゃうと、まあ、強いには強いけどなんか扱いにくいみたいのが多いんだけど、アンルシアってなんかもういろいろ対応してるからとりあえず使っとこう感があるからさ使いやすいよね。8とかだともう1回レベル3使っちゃったらもう使う機会ないし、あとなんだろうな、なんだっけ、あとソロか。ソロは冒険者のコスト0か。でもソロもね強いには強いんだけど、1回使ったらもう2回目以降冒険者が大量に来るってことはあんまないからね。であとロットは 7ダメだけどテンションが必要だから使いにくいと。これどうしようかな。ポーズでもいいんだよな。ポーズ出して守るか。あー難しいな。確実に取っておいた方がいいかな。1体は確実に1体取ろうか。いや、あーでもこれ精一杯努めさせていただきます。うわー悩むな。6ダメって結構でかいからな。いやでも取っちゃおっか。うん、まあどっちでもいいけどこっちで。で私の覚悟受けてみなさい。かっこいいよ BGM がやっぱり。でルドマン使っちゃっていいかな。使って強くして守って、でテンション上げて攻撃してターン終了。まあここ取ってもよかったんだけど、取るっていうか友愛の心でゼロ。でももうちょい使い道あるんじゃないかなって。さあ魔族の騎士一番いらんの来た。何にするか。ホース守ってあげたんだから、ちょっとそんくらい仕事してほしかった。ホース魔族の騎士はあかんて。さあテラのライナー、あれだよね、なんか攻撃力と HP を同じにするみたいなさカード出たからさ、それとか使ったテラのライナーとか結構ね役に立ちそうじゃないって思ってる。可能性の塊ではある。さあ痛いけどまあ許せるみたいなところある。さあチャンモロいいね。とりあえず一回これ使ってみるか。本物はこれ。ハッスルジジイこれ使ったら6号で、11ダメか。あーギリ足りないと。まあ、とりあえず出しとくか。うん、出して友愛の心でここゼロにする。魔族の騎士出しても一回は復活とかあるわけじゃないし、出してオードラキ出して、でここで攻撃強すぎる、やばい、狂ってやがるよこれは。やばい強い。いやーいいね。でさらに転職を
転職しまーす。無駄。いやこれは すごいけどひどいよ。パワフルバッジプラニプラニ、ついでにあのアンルシアの効果も入れて33だからね。やば、ホーツ大神官がとんでもないことになってる。さあそしてライノスギングか、ちょっと嫌だけど、まあどうしようかな。あ、さあ行こう、ファイナルターン。この子もやっぱ強いよね。使いたかったけど。オッケー、対戦ありがとうございました。私が敗北を認めることになるとはな。いざ運命に導かれるままに。ま、適当に頑張ろうするな。運命一つ、俺のターンだ。私はもう戦えない。ここは一体撃てるのは意味だな。さあ、行こうか。さて、何にしようかしら。アンヌシア姫、ダメ。あなたが勝つ未来が見えません。さあ、どうするか。見えてきたね。このままだ、見なきゃ。さあ、行こうか。さて、何にしようかしら。俺のターンだ。私たちに使おう。終わりだ。イエスの波動。私のターン。わしの出番かの。パワー。風を頼む。ダメだ。見てはいかん。さあ、未来は私の手の中に。銀のタルト。はっ。んそりゃあ、さあ、行こうか。俺に任せろ。ね、これまでか。運命一つ。スウェルの可能性を行っても超えられてました超えられてました。さあ、どうするか。私のターンです。さあ、未来は私の手の中に。すまないです。いや、アンシャ、アンシャ、アイブにせぞ。運命一つ。エセオタロト。さあ、私クラブ待て。エセオタロト。さあ、私の力待て。さあ、行こうか。はっ。
行く。さあどうぞ。イエスのハロー最新版の何だってセーバーでしょ。転職を募金を得すか。運命を来たぞ。ごめんなさい。私は来れないの。私は俺のターンだ。私のターンです。やれやれ、俺が負けるぞ。